火事です、はい。今朝、久留米市のグループホームイチョウの森つぶくで行われた訓練は、職員が少ない夜間に2階から火が出たという想定で実施されました。職員や利用者などおよそ30人が初期消火から利用者を避難させるまでの手順や逃げ遅れた職員や利用者を救出する流れを確認しました。火事だと言われても分かられない、ましてや体が動かない方もおられるので、その辺の避難誘導のあり方っていうのをもう一度考え直したいなと思いました。久留米市では今日、市内の幼稚園、保育園、小中学校や高校などで地震を想定した避難訓練が行われるほか、移動系の防災行政無線を使って災害情報を伝達する訓練も行われます。